母さんが私が外国に行くのをいつも反対していた。最後まで小競り合いが続いて、悲しみのあまりにさよならも言ってくれなかった。お母さんは私が外人と会わないっていつも言っていた。だけどそれが私の望んでいたことなんだ。他の人と違っていたい。どうしたの？どうしたの？どうしたの？けれど逃げたってしょうがないわ。ぽっかり浮かんだ顔がどこまでもどこまでも私につきまとうの。なぜ私だけ変わらないの？なぜ私だけ私のままなの？やめて。